ね、やっぱり来てくださいますあのちょっとこの丸椅子をお願いいたします。これちょっともうちょっと後ろやろうか。はい、大丈夫です。はい、はい、これからですね、ドクター岩師目袋さんに、ご出演いただきまして、突然宇宙テレビのことですね、宇宙に関する専門的な話を、ね、分かりやすく皆様にお伝えしたいと思います。はい、もうちょっと、はい、すみません今日は試合ご苦労様です。あ、どうもありがとうございましたもちろん宇宙ご専門なんですが、物理学が、まあ、ご専門。そうですね、はいはい、頭が命令したことに対して体がなかなか動かないというのは物理学的にどういうギャップからそういうことが生じるんですかね。頭が命令したけど体が動かない、はい、頭が普通、じゃあ手で右手で、押すっていうことを命令したら、すぐに普通は反応する、はい、これが右手で押さなきゃいけないというときになかなか反応しないですけど、これは物理では、どう説明するんですか。物理かどうかよくわからないんですけど、シナプスの伝達が悪いんじゃないですか。あのこう、はい、伝達信号、まあ、電気信号で人間も動いてるんで、あ、電気信号、電気信号の、はい、伝達が悪いんじゃない。それはスピードっていうのはやっぱあるわけですか。スピードはほとんどかなりのこう光の速さに近いというか、まあ、そこまで速くないんですけど、そういう電気信号の速さで流れるんですけ ど、はい、それよりは実は心の中の迷いとかそういうものの方が大きいじゃないかなと。 なるほど、あんまり物理じゃないかなと。先ほどが結構宇宙の話で盛り上がっておりましたが、はい、ロケットっていうのはなんでこういう形になっているのかっていう話が先ほど出ていましたけれども、はい、ロケットですか。ロケットはこういう形に。そうですね、はい、打ち上げの時に、まあ、たくさんの空気の抵抗を受けるんですよ、はいはい、でその空気の抵抗を受ける時に先に大体人工衛星を搭載するので、はいはいはい、または人が乗ったりするので、はいはい、そこの部分を守るという意味で空気の流れをここから下にこう流れるような形状として、なるべく先っちょを少し丸くした感じで空気を下に流すというか、ね、それは新幹線がこう先がこうなっているのと同じような。同じですね、はい、なるほどなるほど。ロケットとか人工衛星っていうのは、まあ、アポロとか有名ですけれども、人類が初めて打ち上げたのはいつぐらいの話なんですか。まあ、ロケットと呼ぶかわからないんですけど、はい、最初は多分4000年ぐらい前じゃないですか。中国が花火みたいなものを使って、はい、ロケットみたいな小型のものを作ったのが多分最初だと思いますね。ご存知でした。4000年前にロケットが正確にちょっと難しい打ち上げられてるけど、はい、中国それは遊びでやってたんでなくて、どっちかっていうと軍事目的ですね。4000年前に軍事目的でその何というかミサイルですね。ミサイルなんか相手を攻撃するためのその遠隔ですかね。その花火の一種みたいな、ロケット今で言えばロケット花火みたいなものなんですけど、それが、はいはい、宇宙の探査目的宇宙まで行くという意味では挙げられたのはやっぱり戦後。戦前から戦ちょっとその辺はよくわからないですね。そのあたりですね。宇宙に上がったのがどの時点かはちょっとよくわからないですね。はいはいはい、やっぱりアメリカなんですか。最初ですか。はい、いや、ドイツですね。ドイツが一番やっぱりその戦時中なんですけど、V2 ロケットといって、まあ、それもやっぱりドイツからフランスを攻撃するためのミサイルだったんですけど、そこが一番やっぱりミサイルという意味で進んでたんですね。で、結局ドイツ戦争に負けた時点でそこの研究者たち全てがソビエトとアメリカに全部移住する形になるんですね。その研究の延長上に今の宇宙開発があるんです。であのだなんで、ソ連とアメリカは常に一進一退で、宇宙に初めて人を送ったという意味ではソ連が先ですね。人工衛星を上げたのもソ連が先です。ああ、そうなんですか。はい、はい、はい。なんで、
アズマッチが、はい、あのザップさんコールしてたから、はい、ザップさんでザップザップザップ来てるはい、本当にキラテレビの様々な方が交流の場となって本当に、いい番組だなと僭越ながら思います、はい、ソ連が宇宙に人を送ってその時はどの辺まで行ったんですか。まあ、とりあえず宇宙に上がったぐらいのレベルですね、はい、あの大気圏を越えて、はいはい、地球を宇宙から眺められるですね。あのガガーリンという方で、はいはい、地球は青かったっていう言葉を、あ、その方がおっしゃった方、ソビエトの方なんですね。で、その前に実はガガーリンの同僚という方がいるんですが、はいはい、その時点では失敗してその方は亡くなっちゃってるんですよ。そうなんですか。そうなんですよ。で、それがガガーリンもその辺もみんな失敗することをほぼ予想していたんで、あのみんなが止めたんですけど、はい、国の威信ということで、その方は残念ながら亡くなっちゃって、ロケットが空中分解したとか。そうですね。あ、そうなんですか。はい、いや、じゃあやっぱり宇宙に行くっていうのは大変なことなんですね。はい、でその時は宇宙って言っても月みたいな遠いところではない。全然違いますね。のにでもバカンと爆発しちゃう。もうそれはそうですね、あのスペースシャトルも同じように何度も爆発してるかのように、あのそこまで行く、まあ、地球がどこまでを定義するのは難しいんですけど、はいはい、空気がないところまでという意味で、はいはい、そこから出るだけでもかなり大変。それが40年前になんと月に行ってしまったという。そうですね、すごい。まあ、そこのモチベーションというかそこのエネルギーはやっぱりそのガガーリンにあるんですね。そのソ連に先を越されたというアメリカとしての威信があったんで、宇宙開発で完全に遅れを取ったんですね。で、今他の分野でかなりアメリカは先を越していたのに、はい、宇宙開発に関してはもう完全に敗北だったんですね。あ、じゃあ月に行くしかないで、もう宇宙にただ送っただけでは、はい、アメリカのもうメンツはないというか、そういうものが、はい、あの後ろに あったもののバックグラウンドの流れがあるんですね。なるほど。でそこでもう何としてでもなんかこう世界中が認めることをしないといけないというところで、あの月に行くという発想が出てきたと思います。今でも月には簡単にはいけないのを考えると、40年経った今でもちょっとじゃあ、まあ40年前に行ったから今回もやってみようかと言ったものの、実は今でも苦労して、あのブッシュ大統領の時点でも、最初大口叩いて火星に行くという話があったんですけど、でちょっと火星は難しいなということになってきて、じゃあ月に行こうとかっていう話もある。まずその火星に行く前段階で月に行こうという話があったんですけど、あのできなかったんです。できないというか今のところまだ実現してないんですね。それはでも今も難しいのに、40年前に行けたっていうのはすごい。それはすごい。しかも何回も行ってますから。それは当時の科学者がすごかったんですか、それとも今の科学者がダメなのか、それとも単に予算の問題なのか。予算は大きいです。予算はその国家プロジェクトとしてのどこまで国がお金を出すかっていうのがやっぱり、まあ、あの開発という意味では大きいですね。ただあのその当時としてのその、まあ、その技術に力に対して実現したその達成したものはかなりのものだと思います、ね、今でもその賞賛に値するものですね。今の時点ではアメリカの今の国力 と、その状態から考えて、月にはそう簡単に行けない状態に今陥ってしまってるんで、その一番大きな原因はスペースシャトルなんですね。その鋼材なんですね。スペースシャトルが、夢の乗り物としてアメリカ開発したんですけど、でそれを使えば低予算で宇宙に行って帰ってくることができるというもので作った、莫大なお金をつぎ込んで作ったんですけど、あの結局メンテナンスにお金がかかりすぎて、あの普通にロケットで打ち上げた再利用しないタイプの方がコストが安くなってしまったんですね。 でもスペースシャトルを手放すわけにいかなかったアメリカは、その宇宙開発に回すお金がなくなっちゃって、スペースシャトルを維持するのが精一杯になっちゃったんですね。それで結局スペースシャトル引退した後の後継機を開発が間に合わなかったという状態に陥ってしまったので、
このまま行くと次に行くのは中国ですね。今の感じ。中国はそれに向けて今開発着々と進めてますし、今中国のそのこの国力というかその後押しする風向きが強いんで、あのなんていうか国内でですね、あと経済的にも中国はかなりこう豊かになってきてますし、あの国がその上げて宇宙開発をしようという宇宙でのイニシアチブを取ろうというのがすごく政府としての大きな方針として感じられるんで、あのこのまま行くとアメリカがもう一度月に立つ前に中国が立つんじゃないかなというのが僕の個人的な予想です、ね、それってのは割と近い未来、近い未来で起こりそうな、そう数年以内、数年はちょっと難しいかもしれないですけど、中国はどこまで今開発が進んでるかちょっとよく分からない、見えてこないんで分からないんですけど、あのそんなに遠くないかもしれないです、はい、そんなに遠くない未来にあのまた人類が月に行くという、ご見解です、よくあの民間人が宇宙旅行っていう話、はいはい、たまに聞きますけれども、はい、どっかのお金持ちが、はい、なんかね、2泊3日で行くとか、そうですね、はい、ああいうのは今結構あるんですか？ありますね、結構ありますけど、あのやっぱり手頃な値段ではないですけど、もちろん大富豪でないといけない、大富豪でないといけないですけど、でもその一般人がその耐えられる環境なんですか？いや、まあ、その辺は無視してあのもらいましょうというのが総理なので本当は耐えられる、まあ、一般人じゃなくても結構宇宙環境というのはあまり耐えられる環境じゃないんですね。そのでもあの宇宙に何泊何日で何億円払って行ってきたという人は何人かいらっしゃいます、ね、いらっしゃいますね。あの、はい、あの一番高いあのプロあのツアープランというのがありまして、それはあの宇宙ステーションというのが今あるんですけど、宇宙に飛んでるステーション基地があるんですけど、そこに滞在して 何泊か1週間ぐらい滞在して帰ってくるっていうのが一番高額プランであるんですけど、あの一番豪華プランなんですけど、それをやられた一般人っていうのはほとんど数人しか多分いないと思います。でもいらっしゃるんです。いらっしゃる。それ何十億円とか。いや、そんなに安くない。何百億円とかってそういう感じで。あの大体行くのはあのロシアのロケットで、まあ、ウクライナとかなんですけど実際には、はいはい、であのそちらから上がってあの宇宙ステーション、宇宙ステーションは国際宇宙ステーションであの、はい、各国の協力のもとに使ってるんで共同の場所なんで、そこでは世界平和が実現してるんですね。実現してますね。そこではあのそこではあのアメリカ人とあのロシア人が手を組み合ってそこのあの宇宙ステーションを維持してますので。宇宙ステーションは いつからあるんですか？宇宙ステーション、2000年に完成する予定ぐらいで開発を、はい、あの進めてたんですけど、まだ完成して、あ今、はい、今年これで完成かなっていうところで。でも前から聞きますけれども、はい、10年ぐらい遅れてますね。でも前から住んでたんですよね。そう、あの徐々にあの居住空間を拡大して、最初は本当に小さな居住空間だけだったのを、はいはい、あのモジュールになってますんで、少しずつしあの広げてあの結構大きな空間ロケットでその部品を持ってってるってことですか？そうです。だいたいスペースシャトル毎回宇宙行ってますよね。あの、はいはい、よくあれあの宇宙ステーションの部品持って上がって、あそうなんですか。あの宇宙飛行士が大工みたいにそうやってやってるんです。そうです。宇宙飛行士あのあえて若田さんとかあの、はい、ああいう日本人の方とかも、はい、みんなその宇宙スペースシャトル乗って何してるかって宇宙ステーション組み立てに行ってて、若田さんが宇宙ステーションを作ってらっしゃったんですか？あのほとんどみんなスペースシャトル乗られてる方はあの実験目的もあるんですけど、あのほとんどのまあ若干違うミッションもあるんですけど、ほとんどのミッションはあの宇宙ステーションの部品を持って少しずつ突き出して、あとは廃棄物を持って帰ってくるっていうの でその間の滞在はみんな宇宙ステーションで滞在するんですね。そんな感じで大体みんな生活してる。で宇宙ステーションが完成するまでスペースシャトルが引退できなかったっていうのが正直なところなんで、その辺が全部実は絡み合ってて、スペースシャトルを作ってしまった以上スペースシャトルじゃないと持っていけないものがいっぱいあるんですね。そのあの巨大なあのカーゴっていう後ろにあのパーツを詰める場所があるんですけど、そこに居住空間を詰め込んで宇宙に行って、さらに宇宙ステーションをつなぎ出して少しずつ拡張していく。それをあの、まあ、一番にはあのチャレンジャーの事故とコロンビアの事故によって大幅に宇宙ステーションの完成が遅れる。それのために
まあ、宇宙ステーションを作るといった手前、国際協力なのでアメリカだけやめるわけにいかなくなっちゃいまして、で本当アメリカとしてはもっと違う宇宙開発をしたかったんだけど、そこまでやるお金がないという現実です。それでその豪華ツアーで宇宙ステーションに泊まる、はいはい、1週間はそこで 何をするんですか。何するんですかね。特に何もするわけではないと思うんですけど、宇宙他の宇宙飛行士たちがみんな生活してるんですよ。長い方で半年ぐらいとか、はい、長期滞在されるんで、その長期滞在されてる方と共に生活をするという感じですかね。でも観光とかもないですし、まあ、でもそうですね、地球を宇宙から常に見えて、いろんな宇宙からの地球の姿、はい、日本が見えたりとかするわけですね。結構高速に回ってますんで、宇宙ステーション。あ、そうなんですか。90分で大体地球を一周するぐらいで、ね、ですね。なんで90分で一周するんですか。地球を一周しちゃうんですね。90分から高度的にはそれぐらいですかね。なんで、あっという間にこうすぐ一周するんですね。でそれが少しずつ見えてる場所がずれた感じでこう一周していくんで、まあ、ずっと90分ぐらい見てると大体地球一周だとか見えるという感じでいろいろ見えるんですよ。それをいろいろ楽しめるという意味 で、あとは本当に宇宙飛行士の方は実験とかいろいろしてるんで、そういう方との様子をいろいろ見たり、宇宙食を食べたりとか、まあそういうことをされるんじゃないかなと思います。多分ミッションには参加されないと思うので、実験とかはしないと思うんですけど、他の方はみんな宇宙飛行士は忙しいんで、皆さん実験してるんですよ、はい。しかし90分で地球一周ってことは、それは超高速なわけですよね。 それは実際でもそこにいたら別に速いスピードで回ってるって気はしないしないですね。感じないですね。人間って意外とそういうものなんで全く感じない、動いてても分からないですね。まあ地球を見たら地球がバーッと動いてるので、はい、動いてるなっていうのは分かると思うんですけど、それでもそんなに速く、やっぱり離れてるんで400キロから500キロぐらいの距離に地球があるんで、それだけ速く動いててもそんなに速く動いては見えないんですよ。あ、そうなんですか。逆に言うと地球から宇宙ステーションって見えるんですけど、あ、そうなんですか。星のように見えるんですよ。で、まあこう決まった時間にある方向を見ると動いてるのが見えるんですけど、ゆっくり動いてる星のようなものが見えるんですね。でそれが宇宙ステーションなので、はい、そうするんです、はい、行きたいですか。何が起こってるんですか。今ね、マジック今からマジック放送しますよ。マジック放送しますよ。宇宙ステーション、皆さん行きたいですか。宇宙ステーション、宇宙に、はい、僕宇宙に行きたいとは思ったことはない。宇宙開発の専門家は別に行きたいわけじゃない。宇宙に行きたいと思ったことは未だかつてないですね。あ、ないですね。宇宙自身、そうですね、よく聞かれるんですけど、宇宙には、じゃあ、行かせてあげるよって言われても行けませんか。いや、行かせてあげるよって言われて、まあ仕事だったら行こうかなって感じですけど、自分から自ら宇宙に行きたくてこの研究を始めたとかそういうことはないですね。はい、宇宙にいなくても宇宙にいると思って生活してるんですよ。特に宇宙空間に行きたいことはないですね。はい、お借りいただきました。宇宙豪華ツアー何百億円ですね。1週間の宇宙体験ができるということです。そうですね、はい、申し込みはこちらでは扱っておりますでも仲介料払っていただければ仲介ご紹介はしていただけるそうです。頑張って探します。欲しいな。はい、そうですね。なので宇宙旅行を考えてらっしゃる、はい、でも今は本当に安い宇宙旅行もいっぱい、はい、今のその なんていうんですかね、最高豪華オプションで宇宙ステーション滞在じゃない、はい、もっと安いオプションもあります。それはどんな内容なんですか。それはですね、一番安いタイプっていうのはですね、本当に宇宙にちょっと出て本当に宇宙遊泳させてくれる、宇宙一瞬だけ無重力状態を味わえるっていう、本当に宇宙には行くんですけど、はい、多分こう100分ぐらいで帰ってきちゃうとか、そういう格安ツアー、一瞬無重力状態を味わえて地球を宇宙から見たと思ったらすぐ帰ってくるっていう格安ツアーが最近プランされてまして、はい、おいくらぐらいですか。
その辺になると多分あの結構現実的なお金だと思いますね。数千万円くらいだと思います、ね、あ、数千万円で宇宙体験ができるという宇宙体験格安ツアーもあるそうですので、はい、そうですね、はい、あの数千万円だからそれもまあ大富豪中富豪中富豪ぐらいの方そのそれだけ短い、その場合は本当にお手軽にあの訓練も多分必要としないんです。宇宙ステーションに行く場合はやっぱり訓練も要求されるんで、あの訓練所に入ってあの健康診断とかそういうのを受けてそれも全部通らないといけないんですけど、あの多分その格安ツアーみたいな、はい、その行ってすぐ帰ってくるようなものは多分いらないんじゃないかと思うんですよ、宇宙酔いとかあるんですか。あると思いますけどね、やっぱり どうなんでしょうか。もうこの間ヨット乗って、はい、結構酔ったんで、あ、そう、どうですか。これは宇宙には行けないなでも宇宙の方がもうちょっと安定してるかもしれないです、ね、なんかでもイメージとしては宇宙飛行士がいつもプカプカなんかこう浮いてるようなイメージが、そうですね、はい、どうなのかな。ああ、それはあるかもしれないですね。その血が下に行かないんで、はい、あのそういう具合が悪くなる可能性はありますね。あとトレーニングはやっぱり、はい、地球ででもトレーニングするしかないわけだから、はい、あ、宇宙、例えば宇宙ステーションにはあのトレーニングマシンがいっぱいありますエアロバイクとか、あ、そういう意味ですね、あの、はい、あの運動という意味で、運動という意味で、あ、ね、はい、あ、その前にその宇宙環境のトレーニング、あ、宇宙環境のトレーニングは、はい、地上でやっぱりやりますよね、はい、それはできるんですか。あの何無重力状態、無重力状態じゃないんですけど、いわゆるあの絶叫マシンみたいなそのぐるぐる回るようなマシンとかそういうのに乗るんですねじゃあやっぱり船山とか車より強い人じゃそのないといけないみたいな、どうなんでしょうね。訓練したら強くなるんじゃないですか宇宙に行きたいというパッションとその訓練を乗り越えればきっと、ただあの競争率高いんで、あんまり用紙とはそこの訓練の時点で、あのパッあの落ちてしまうかもしれないですね。そうですね。あの、まあ、今宇宙の話をですね、はい、してるんですが、ちょっとソーシャルストリームのコメントですね、あまり宇宙に関係ないことがありますが、ちょっと紹介させていただきたいんですが、ガガーリン、地球は青かった、これ続きがあって、地球は青かったけど神様はいなかったっていうのを実は言ってるんですね。神様はいなかったとガガーリンさんはおっしゃってるんですね。地球が青かったっていう部分だけがすごくクローズアップされてるんですけど、はい、あの宇宙に行ったら神様がいると思ったけど神様はいなかったっていう話、そういうコメントがあるんですけど、ね、ああそうだったんですね。でもすごくスピリチュアルなものを感じたっていう話が、はいはいはい、あ、結構でもありますね。はい、アイリーさん、おー、宇宙の話の先生また、はい、登場してくださいました、小町さん、ヒロさんこんばんは、宇宙の話大好きです、ま、ありがとうございますありがとうございます、はい、エツコさん、ヒロさん3月にフロリダに行った時にケネディスペースセンターに来ましたよ。スペースシャトル打ち上げの体験ができるものになりました。すごく面白かったです。いいですね、はい、僕行った時はまだそれできてなくて、もうすぐ近日オープンというので行けなかったんですけど行けなかったんですよ。近日オープン、あの専門家だから先に乗せろっていうなんか言えなかったですね。言えなかったですね。言えばよかったですね。そうですね、惜しいですね。ドイツが一番最初だったんだ、知らないか。そうですね、あ、ロケットの、そうですね、でも本当に、うん、中国はい、まあそうですね、はい、4000年前に中国が一番最初で、割と近代的な意味では、ロケットという意味ではドイツ人、やっぱドイツ の, その科学の研究はかなり進んでましたから、そう、あの、まあ、やっぱりヒットラーががいなかったら多分ドイツがもっとすごくサイエンスの中心になった。あ、いない方が良かったんですか。いたためにみんな結局 あっちこっちに逃げてた、バラバラになってしまった。ユダヤ人迫害、例えばアインシュタインとかももともとドイツにいたんですけど、はいはいはい、そこでは研究を継続できなかったとか、ね、そういうのがありますので、はいはいはい、はい、アズマックさん、今日の夜は嫁さんと震災復興チャリティーコンサートができるので、きよみ TV、みっちー TV をお勧めしま す, です、ね、はい、チャリティーですね、はい、だんだんね、あの地震の記憶が風化されるような感じもありますので、やっぱり、こういう
チャリティーとかね、地震のことを思い出させるようなことがね、ちょっと残っててほしいなと思いますね。すねはい、ハップル見てきたんですね。ハップルって映画は何をやってるんですかね。ハップル宇宙望遠鏡の映画なんでしょうかね。悦子さんご存知ですか、映画が見てきました。IMAX の映画。ハップル宇宙望遠鏡っていうあのすごいアメリカが世界を誇るあの天体望遠鏡の人工衛星に搭載した天体望遠鏡があって、はいはい、そうなんですか。で、あまりにもすごいんで、今までに2回ぐらい壊れてるんですけど、あのスペースシャトルで修理に行ってるんですよ。で、唯一1回打ち上げた人工衛星を直したことのあるものって、はい、これ歴史的に見てもハッブル宇宙望遠鏡ぐらいしかないんですけど、その話なんですかね。うちの研究室の同僚がそのシャトルの乗り組員で、同僚だった人が辞めて、もともと研究員だったんだけど何を思ったのか宇宙飛行士になると言って辞めて、あのスペースシャトルの乗り組員になって、あの実際にそのハッブルスペーステレスコップを直しに行ったんですね。直しに行くですごいすごい、あのすごく細かいあの手続きっていうかこう規定があるんですね。このこういう場合はこうしてとかっていうの行くで行って、まず直しに行って外そうと思ったら外れなかったんですね。あの大事なパネルが外れなかったんです。もうそれでミッション失敗になっちゃうんですね。でそこね、規定にはやってはいけないこととかいろいろあるんですけど、はい、そのまま行ったらもう帰ってこなきゃいけないってことで、なんかスパナみたいなのガンガン叩いたんですよ。宇宙空間の中でやってしまった、やってしまったんですね。そしたら取れてで、あの結局のところはあのそれでうまくいったんですけど、やっちゃいかんよということをやって、それがうまくいった、うまくいって結局修理に繋がったんですけど、すごいですよ。宇宙でスパナでガンガン叩いたらなんかうまくいったっていうのはすごいですね。ガンガン行ったら外れなかったものが外れたみたいで、そのパネルを外さないと中が直せなかったんで、楽しかったです。そういう映画だったんでしょうかね。どうなんでしょう。どうなんでしょう。はい、コメントをいただきたいと思いますが、はい、まあ、宇宙の話ですね。本当にいろいろ興味深いんですが、どうもね、やっぱ我々が疑問に思っていることっていうのがね、なかなかその辺で調べようにもなかなか調べられないっていうことがあって、こういうふうに分かりやすく解説してくださる方がね、身近にいらっしゃいますので、はい、いつでも、はい、あの最近すごく気になっているのはやっぱり宇宙だけじゃなくて、あの放射線の方ですね。放射線の話、放射線の話、話しますでもあのちょっとやそっとじゃ終わらないのであれなんですけど、ブログ今書いてらっしゃいます。なかなかちょっと記事が書けずにあんまり書いてないんですけど、でも一応少し書こうかなと思って、なんかあのよく間違った誤解が多いんで、今回の事故以来ですね、はい、もういろんなことが、はい、まあ、書かれて、ね、あるいは言われていますが、さすがにでも2ヶ月ぐらい経ってきたら、ね、はい、世間的にもだいぶ皆さ なんか放射線に対しての知識が、はい、あの日本国民全体としてレベルが上がったんじゃないかなという感じがしますね。そうですね、まあ、ちょっと我々アメリカにいますので、ね、あの日本の人と同じ知識を共有しているかどうかは分からないですが、実際どうなんでしょうか。あのその原発から半径何十キロ以内はもう住めないとか、はい、あるいは東京も危ないじゃないかとか、はい、いろいろ言われてはおりますが、はい、実際のところあれは本当にですね、あの、はい、逐一あのその正しい情報であの測定データをもとに、はい、あの正しい情報を流しているところ、信用に足るところの情報を元に行動されることが大事だと思います。なんで危険だと言われているところは本当に危険だと思いますし、あのその何でもかんでも大丈夫っていう人たちもいらっしゃいますし、何でもかんでも危険だっていう人たちもいらっしゃるんですよ。でもそれよりはもっとデータが大事で、その出てるデータをいかに正しく理解するかってところになるんですよ。ただその普通にデータだけ今度見せられても それが何を意味しているかっていうのはすごく専門家じゃないとわからないことが多いんですね。なんでそれをもとに大丈夫っていう人もいればダメっていう人たちもいるんですよ。でそれをそのある程度正しく理解して各個人が判断するしかないんですね。例えばあの宝くじってありますよね。で宝くじって、買ったら当たると思います。当たる可能性があると思います。あの買ったことはあります。ありますね、まあ、どうせ当たらないだろうとは思います。でも当たるかもと思って、当たる人は必ずいるからあの、まあ、もしかしたら、ね、そしたら当たるかもしれないと思いますよね。でも中の人によってはそんなものを
当たるわけないから、当たる人はいるんだけど自分は当たるわけないから買わない人、絶対絶対買わないっていう人ですよね。でもあれ人によっては絶対誰かが当たるんだから自分も当たるかもってすごく思う人もいますよね。でも確率はどういうふうに感じたとしても同じなんですよね。でそれと同じで、その放射線によって影響を受ける確率っていうのはそういうレベルの話なんですね。主観的にあの、はい、放射能とか放射性物質で、はい、一体何なんだろうと思ったんですが、はい、ちょっとずつ違うということなので、ちょっとずつ意味が違って、あの結構誤用してるのは多い、はい、あ、誤用が多い、間違って使ってる話は多いですね。あ、そう書かれてますね、はい、ブログに、はいはい、あ、ぜひじゃあ説明していただきたいと思います。放射能っていうのが、あの今問題になってる、はい、あの、はい、あ、じゃあ放射線っていうのが今問題になってる、その、高いエネルギーを持った電磁波、光だったりとか、はいはいはい、粒子だったりするわけですね、はいはいはい、でそれを出してる物質があるんですね。それを常にこう、放射線を出す物質っていうのが、はいはい、それが放射性物質なんです、ね、それが放射性物質、はい、でその放射性物質とかがどれくらい強く放射線を出すかというのが放射能という言葉なんですね。その放射線を出す能力っていう意味か、あの能率というんですかね、どれくらい強いかっていう強さを表すのが放射能なんですよ。なるほど。なんで放射線そのものを放射能として使ってたりとか、放射能のことを放射線と言ってたり、放射線のことを放射能と言ってるのはよく見かけますけど、なんかですよね、あの例えばですね、放射能汚染っていうのは正しい日本語じゃないですね。ああ、そうなんですか。放射線を出す力が汚染されてるっていう意味になってくる。意味として少し若干あの正しくないんですけど、実はもうなんか日本語として定着しちゃってるんで、あの 今ではあのもしかしてそれは正しい日本語になったのかもしれないんですけど、元の語源から考えると、あの放射能っていうのは放射線を出す能力とか放射線を出す強さという意味で、ちょっと意味が違いますね。で放射線っていうのが問題なんですよ。なるほど、なるほど。放射線っていうのがこう体に害を与えたりとかする、はい、あのその元凶というか、あの光だったりとか、はい、粒子ですね、原子核だったりとか。なるほど、なるほど。原子だから。お分かりいただけましたでしょうか。放射線と放射能と放射性物質は、まあ、微妙に意味が違います。放射性物質は放射線を出すものなんで、確かにそれが、飛散して、はい、放射線を出すもの。放射線自体はですね、はい、よっぽど高いエネルギーじゃない限りは遠くには飛ばないんですよ、はい、ああ、そうなんですか。例えばあの今問題になってる、ベータ線というもの、電子なんですけど、そんなものを高々は本当に空気の中だった数センチとか、まあ頑張ってももう1メートルも飛ばないんですよ。ああ、そうなんですか、はい、なんで、放射線としてはそれぐらいしか飛ばないものなんで、放射性物質が近くにない限りは、その影響を受けることはないんですね。その放射性物質が要素131だったりとか、セシウムの137とか、そういったものなんですよ。それらがいわゆる放射性物質と呼ばれているもので放射線を出すんですね。それ自体が近づいてくると、そこから出る放射線で体に、それが風に乗ってやってくるから、ね、半径何十キロ以内は危ないとか、そう、そういうことです。とかそれがもうすでに飛んで土壌を汚染してたりとかするんで、あの放射線が常にそこから出てるってことになるんですね。放射線自体は本当に電磁波とか高エネルギーの、あの現象なんで、風に乗るなんてことはないんですよ。放射線は本当にまっすぐあの直進するんで、あの風に乗ってどうのこうのとかってことはないんで、まあ出るとしたら原子炉そのものから放射能が漏れて、はい、そこに影響を与えるんで、確かに原子炉近くで働いてる人たちは直接放射線の影響を受ける可能性はあるんですよ。なるほど。でその原子炉、その事故のあった福島原発、はいはい、今も中で作業してると報道されてますよね、はい、まあ、当然このアメリカでも福島なんとかって言って、はい、すごい人たちだっていうことで話題にはなっておりますが、はい、防護服を着て、はい、なんか鉛のような部屋で10分交代で作業するということが今言われていますが、はい、あれ思うんですけど、はい、防護服を着て10分そこで作業するって言っても、出てきてもそこは当然半径何
何キロ以内なので、はい、どっちみち10分交代もあんまり意味がなくないんですか。ですね、本当に放射線が強い場所っていうのがやっぱりあって、はい、そこの放射線強い場所で、あのいかに放射線を浴びないかっていうのが重要なんですね。はい、で防護服自体は放射線は完全には防げないんですよ。防護服があっても強い放射線はあの突き抜けるんで、あの体には影響を与えるんですね。でも防護服が何に役が立つかというと、先ほど言った放射線物質は守るとか、放射線物質が体に付着することを防ぐとか、あと呼吸によって体内に取り込むと危ない、その放射性物質を体に取り込んでしまう可能性があるんで、そういったものを防ぐという意味では意味があるんですけど、防護服では放射線は防げないんですよ。あ、そうなんです。放射線自体はそのいろんな種類の放射線があるんですけど、例えばセシウムから出てるガンマ線は662キロエレクトロンボルトっていう高いエネルギーを持ってるんで、あの程度の防護服ではあの完全には止めれなくて、体に必ずぶつかるんですね。で大丈夫です。大丈夫じゃないんですよ。大丈夫じゃないんで、そういう意味でその本当に放射線が強いところに入る時間を短くしないといけないんですね。でその30キロとかの圏内っていうのは直接放射能を浴びてるのが強い場所じゃなくて、放射性物質がたくさんいるので危ないっていうんですね。それを吸い込むのという意味であんまり良くないっていうので、あの防護服が役に立つわけです。防護服という言葉を初めて聞いたときにですね、はい、私はさぞや宇宙服のようなものなのかなと思ってたんですが、はい、あれなんか写真で見たらなんかカッパを重ね着してるような感じがするんですが、はい、そうですね、その宇宙服並みのものではないんですか。できたらそういうものがいいと思うんですけど、多分予算的にもそういったものは用意されてないんだと思います、現実的に。であれ一回一回廃棄なんですよね。廃棄ですね。あの、まあ、放射性管理区域で働いたことがある人たちはみんな、はい、あのご存知かと思うんですけど、一回汚染されたものは必ず廃棄なんで、はい、廃棄していくと思います。はい、その今鉛の部屋の中でっていう話ですが、はい、その鉛の部屋っていうのはもともとある部屋なんですよ。多分その原子炉の部屋の話をされてるのだと思います、ね、そうじゃないですか。そこではもう、はい、一応そういう事故が起こった時のためにそこを鉛の部屋にしてあるって、もともと事故というよりはそこから放射線が漏れるんで、それを防いで、その原子炉内というのは放射線漏れるんで、それをなるべく防ぐという意味で、その鉛の部屋とかになっている可能性はありますけど、本当に鉛が全部囲ってるかはちょっと疑問ですね。鉛結構入手困難なんで、そんなに建物全部鉛で囲えるほどそこにあるかどうかちょっと思うんですけど、あと鉛自体あんまり有害なんでそれも問題なんですけど、普段のその業務という意味では放射線を守るには一番有効ではあるんですけど、普段の業務で事故が起きてないときに鉛の近くで作業するというのは別の意味で人体に良くないんで、鉛自体が良くないんで、その辺が、どういう環境になっているのか。結局原発は元々良くないってことじゃないですか。まあ、ここまでこういう大きい事故があると、でもそれは言われてもしょうがないですね、と思いますね。ただ、代替のエネルギーというものはそう簡単にはない以上、じゃあすぐにやめようというのはまだ極端な、であるのであれば、やっぱりたとえそれを休業するものであったとしても、その脱原発に向けて何らかの代替案を考えないといけないと思うんですよ。そこに向かったちゃんとした動きというんですかね、また例えば効率がいいもので考えて今から研究して出てくる可能性があるのが、ですね、例えば核融合というのがあります。それも核なんです。核なんです。全然違う原理なんですけど、こっちの方がもっと いいエネルギー入れることができる。それなんか現実的にはまだね。名前的には非常に危険な気がするんですが。でもじゃあそうかも。そうなんです。あ、そうなんです。例えば原発が危ないんだったら核融合も危ないっていう理論には別になるわけなんで。効率がいいものだけを探したらそういう方向で、じゃあ何がダメで何がいいのかっていうのはどこが誰を元に決めるかっていうのは難しいんですね。クリーンエネルギー、でもみんな太陽からエネルギーもらってます、ね、太陽は実は核融合してます。で人間の自然の摂理として太陽のエネルギーは核融合なんですよ。で核融合だから人間も
核分裂が今の原子炉の原理なんですけど、核分裂じゃなくて核融合の方が使いたくなるのは自然の摂理として正しいというか、まあ、順当な流れなんですけど、あの人間が核してコントロールできるものなのかっていうところがやっぱりこの、すいません、その大化エネルギーの前にもう一つ福島原発のことを聞きたかったことがあるんですけれども、あの作業員の方はまだ作業してるというのがいつも思うんですが、そこで何をしてらっしゃるんですか。そのもうあの作動はもう止めてあるわけじゃないですか、はいはい、じゃあ今何をしてるのか。ですね、もうこれからはもう長い戦いになるんですけど、はい、もう廃炉は決まってるんですね、はい、あれをもう一回復活させることは不可能なんですけど、はい、このまま放っておくとあの原子炉のその炉内が温度が上がってメルトダウンがもうメルトダウン起こりつつあるんだと思うんですけど、中が溶けてしまう可能性があるんですね。でこう完全に格納している容器が溶けて下に抜けてしまうとですね、その放射線汚染が一気に広がって、そのもう止められないことになる。冷やすっていう作業は、その冷やす作業を各いろんな方法で考えてやってるんですね。あの水をやりかけてたんですけど、今度は水が今度海の汚染が問題になってきたので、あのそれはまずかろうって、今度なんか別のあの方法で冷やすことで、常にいかに冷やすかとの戦いと、あとはですね、あの撤収ですね、ここをいかにあの廃炉にするかという意味で、あの例えばチェルノブイリの場合、その建物自体を全部コンクリートで固めちゃったんですね、はいはい、そういったようなことをしなきゃいけないと思うんですけど、もし、完全にこう溶けてきてるとすると、下側もコンクリートで覆わなきゃいけないんですね。なんでそういう意味ではその原子炉の下も穴を掘って完全に壁を作るとかってことをしないといけなくなりますので、作業としては膨大ですね。1ヶ月2ヶ月というのはなかなかじゃないんで、あのこの間政府もロードマップというのを出してましたけど、あのそういう意味でその一つ一つの作業がすごく非効率に起こられ、効率が悪い作業なんで、あのその10分作業したら出てこないといけないとかっていうのがあるんで、あのまあ少しずつ進んでるという感じなんだと思います。10分でできることってでもそんなに限られてますから、例えば何か装置をそこの中に導入するとなると、誰かがまず行って一番奥のドアを開けてくる、そこの瓦礫があったら瓦礫を移動するとか、そういう作業を、それでまた戻ってくる、そういう感じで、そういう作業を繰り返してるんだっていうのを操作で、僕はそこまで詳しくその作業がどういったものをしてるか分かりませんけど、まあ、予想するにそういうことが起こっているんだと思います。大変だと思います。はい、あのまあ、参考にしていただければいいかと思いますが、はい、本当に、ま、いやでも本当に大変だと思いますね。大変だと思います。あの作業されている方たちも本当に、はい、あの皆さん頭が下がるようですね。その作業を実際にされている人たちというのはやっぱり命のリスクをこうかけてやってることには変わりないんで、すごい、そうですね、頭が本当に下がりますよね、はいはい、ちょっとコメントをいろいろ紹介させていただきたいと思います。 1m も飛ばないのとさっきの あの放射線の種類によりますね。例えばガンマ線だったら、はい、もっとずっと飛ぶんですよね。でもベータ線だったら同じエネルギーでも 1m も飛ばなかったりしますんで、はい、空気があればですね、空気がなければダメなんですけど、空気で反応してしまうんで、あの空気にぶつかってしまうんで、あの飛ばないですね。ベータ線、ベータ線というのは電子ですね。なるほど、なるほど。あの普通の電気とか流れる電子と同じなんで、それが高いエネルギーを持ってあの飛ぶとベータ線というものになる、放射線の一つになるんですけど、あのそれだと空気があるとあんまり飛ばないです。なるほど。ここにも書いてらっしゃいますね。あの放射線、放射性物質っていう放射能、違うんだ。はい、どう知らなかったんですか。そうですね。あ、皆さんはやっぱり知らない。そうですよね。あのしかもマスコミとかが間違って使ってるので、どうしてますからね、余計とあの皆さん混乱をすることになってなると思いますし、まあある意味もうしょうがないかなと僕なんか思うんですけどね。そうですね。はい。今ですね。そうですね。放射能が来る、はい、うん。そう、間違いですね。あの放射能が来るっていうあの日本語はあの元々の放射能の意味から考えると、はい、語用の一つなんですけど、こういうキャッチーな、はい、こう
言葉、放射能っていうのはなぜかなんかこうイメージ的におどろおどろしい怖いものっていうのがあるんでよく使われるんですけど、専門用語的に例えば僕たちが放射線の研究してる人たちは放射能って言葉は実はあんまり使わないんですね。あ、そうなんですか。放射線か放射性物質か、あの放射線の強度とか、放射線の強度のことが放射能なんですけど、もっとちょっと違う言葉で放射能って言葉はあんまり使わないんです。まあ、その辺の詳しいところはですね、あのブログに、そう、あの書いていこうと思いつつ、あまり更新されてない。いや、書いてらっしゃると思うんですけども、そうですね、なかなか宇宙の話みたいに、はい、あの簡潔で面白い話がなかなか書けずに、なんかダラダラと長くなってしまって、はい、ただなんか面白くおかしくなかなか書けないテーマで、まあ、面白おかしくってのはなかなかですが、興味深いのは間違いないですね。なんかこう宇宙の話とまたちょっと趣が違って、なんか書くのがちょっと難しいなというふうに思いながら書いてるんですけど、分かりやすく書いてらっしゃいますのでね、ぜひ、興味のある方はご覧いただきたいと思います。アメブロですね。アメブロ、どのように検索すれば、どうやって検索するか。カメさんですカメさんの宇宙日記というタイトルで、はいはい、書いてますので、ではアメブロ の, ブロ の, あのホームページにまず行っていただきまして、そこにですね、検索のところにカメさんの宇宙日記と入れていただければ、このドクターのですね、ブログにたどり着きますので、まだ記事は本当に少ししかないんですが、非常に興味深い内容になっています。はい、今日はですね、はい、突然の出演以来にもかかわらず、快く承諾いただきました。試合の後のお疲れの服は、どうもありがとうございました。はい、お楽しみいただけましたでしょうか。またですね、あのキラテレビの中で、宇宙のテーマを取り上げることがあればゲストで来ていただけますので、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。本当にありがとうございました。